カトリ型練習巡洋艦は日本海軍の練習巡洋艦。大正5年度以降の日本海軍では主艦候補生の遠洋航海に日露戦争で活躍した装甲巡洋艦を使用していた。しかし艦の老朽化や転用などで1935年以後に使える艦は岩手、ヤクモの二隻に減り、搭載装備も旧式化していた。 また開閉卒業者の増加という事態に対応するために昭和13年度計画から練習下任務に特化した巡洋艦を備えする計画を立てた。当初丸3計画で3隻が計上されたが2隻のみの予算が承認され、後に昭和14年度計画において1隻が昭和16年度からの建造で1隻が追加された結果、 計四隻の建造予算が承認された。これが、カトリ型練習巡洋艦である。四隻はいずれも、秩父丸やヒカ丸を建造した、三菱重工業横浜選挙に発注された。また四隻の艦名は、頭文字に、計を持つ神社に由来している。要求性能として、乗員の他に、上位候補生が三百七十五名が居住できる。航海に不慣れな候補生のために、 速力よりも概要での公開性能を重視して安定した船体形状を採用していた。また、候補生の実習のために環境や居住区は大きめに設計され、武装面においてもあえて最新型ではなく艦隊で広く使用されている兵器を出したように搭載された。機関においても日本の軍艦には珍しい蒸気タービンとディーゼル機関を組み合わせた。 推進形式となったが、これは訓練生に様々な機関形式を学ばせるためだったという。また、練習公開時に海外からの目があるため、外観も軽順洋館ながら大型の環境を立てるなど、異様のある設計が取られ、館内の内装についても外国公開の際に品格をもてなすために、司令官室などを立派な内装にしていた。 限られた予算の中でこのような内装を施すのは苦労したと伝えられる。船体サイズは設計時から基準排水量5800トンに抑え、船体構造も安価となる、商船構造に近い。その結果、カトリ型3隻の予算ベースでの合計額は、アガノ型軽巡洋艦1隻分に当たる2040万円までに抑えられている。 日本海軍では1931年に軍艦の類別として練習巡洋艦が制定された。これはロンドン軍縮条約による熊型の転用を予定していたためであるが実現に至らなかった。そのため練習巡洋艦に登録されたのは1940年のカトリ、カシマ、カシーの3隻が最初になる。また1年後には 太平洋戦争海戦となったために、練習巡洋艦は結局この3隻のみになった。なお3隻の類別は、練習巡洋艦になってはいるが、速力は18ノットしかなく、事実上は、練習艦というべき艦になる。また、艦艇類別等級表の、艦型の該当欄は空白であり、公文書ではカトリ型は存在しない。通常は、柏原を含めた4隻が、 カトリ型と呼ばれている。3隻のうち実際に練習艦隊を組んだのは、カトリと鹿島の2隻のみで、海軍兵学校、海軍機関学校、海軍経理学校の士官候補生を乗せた、昭和15年度練習公開の1回のみとなった。当初は、インド洋方面の遠洋公開を予定していたが、朝マルリン権事件などが発生し、予定を変更。前期は、日本近海。 後期は10月1日から12月1日にかけて東南アジアから南洋方面という計画になった。練習艦隊は6月1日に編成され8月7日に日本を出発。これさえも国際情勢の悪化から追試準備計画により全期公開で終了する。これは8月17日の海軍首脳部会議で吉田前後海軍大臣がセールべくそくに 取り消しせの指示を出したためという。上海方面巡行を終えて内地に帰島後の9月20日、練習艦隊は解体された。同年11月15日、鹿島は第4艦隊に、カトリは新編成の第6艦隊に編入され、それぞれの機関となった。翌1941年12月、二隻は各艦隊の独立機関となった。カトリ、 鹿島に約1年遅れて竣工した3番艦カシーは、練習艦隊を組む機会なく、同年7月31日に編成された南図艦隊機関となり、東南アジア方面に進出した。4番艦は改戦決定により、普及艦として建造中止となり、実際に竣工したのは三隻であった。本型は有事に際して、艦隊機関や母艦、または、 接艦の使用を考慮していたと言われるこのため各艦とも艦隊機関として太平洋戦争開戦を迎え作戦式全般に当たっていた。カトリが1944年2月17日のトラック島空襲で撃沈された後、カシマとカシイは大戦相当艦に改装され、大戦部隊の機関として使用された。 カシーは1945年1月12日に日86、戦団を護衛中、米軍空母機動部隊の攻撃で沈没した。鹿島のみが大戦を生き延び、福音輸送艦として利用された後、解体された。1941年頃に撮影されたカシー。設計は、ダイソンの大介造船少佐が中心になってまとめられ。 詳細設計は多くが建造所の三菱横浜選挙に任された。基本計画番号は J-12。J は特務艦や水上機母艦、潜水母艦などに使われるアルファベットだった。福井志雄によれば、カトリ型の計画にあたり、早くじら型潜水母艦のデータを参考にした。ただし早くじら型に比べ、カトリ型の船体は重心点が低い。 要求事項、計画方針、設計系とも、早くじら型とカトリ型はよく似ていた。カトリ型の船体は、艦首の水面から還元までが高い、単船主郎型船体になる。多数の候補生が乗艦するので、船内容積を確保するため、船首楼型が選ばれた。艦首は軽いクリッパー型が採用された。これは、 まだ後悔の経験の浅い士官候補生たちが外洋の荒波にもまれて疲弊しないために十分な船体安定性と復元性能を持たせるためである。速力が遅いため必然的に幅広の船体になった。船体の幅が大きく機関ンだったことからまるで戦艦に乗ったようだったと言われる。装甲はない。代わりに船体が強固に作られた。搭載した兵器、機関ともに 重量は軽く、喫水が浅くなる。主艦候補正が上艦するので十分な復元性能を得るために、船体下部に587トンの固定バラストを搭載、その他に経過状態では140トンを重油バラストとした外観面においても、従来の軽巡洋艦は軽量な三脚型マストの基部となる低い環境構造であったが、本型は箱型環境と、 簡素な三脚式の全部マストが立つ。これは、主観候補生の実習時に、窮屈な環境構造では、実習に支障が出るため、十分な容石を求められたためである。このように、候補生を集めて、実習を行うため各部に広いスペースが求められる。ため、あえて武装を減らしてそのスペースの確保に重点を置いた、設計となっていた。環境には、 候補正専用の羅針環境があり、羅針環境前には専用の転速甲板も用意された。手法は50口径3年式 14cm 法で、砲塔形式の連装砲2機4門で、戦手楼甲板上に一番手法が配置された。船体中央部には直立した一本煙突が建てられたが、艦の威厳を保つために建造中に高さをさらに 2m 伸ばした。 カトリの行使時に煙突肺炎が環境トップの即居技に影響したためとも言われる。煙突の両側には53.3センチメートル魚雷発射管が片元に1機ずつ計2機が設置された。煙突の後方は水蒸気の運用スペースで中心線上にカタパルト1機が設けられ、その下は関西艇置き場とした。水蒸気と関西艇は 後部マストを支柱とするクレーン一キにより運用された。後部マストは、下部が三脚式で、その後方に40口径八89式12.7センチメートル、連装広角砲が後ろ向きに一機、後部甲板上には2番手法が配置された。幻想は、先手廊に上下3列、その後方は2列に並んでいた。本型の武装配置を示した図。 本型の手法は50口径3年式14センチメートル法を採用した。この法は戦艦伊勢型の複法から軽巡洋艦、天竜型、熊型、長良型、川内型、夕張の手法として日本海軍では大正時代から広く採用されていた優秀法で候補生が現場で実際に使用するために採用された。砲側は早くじら、日進などと 同じく連想法等式で前後に各一機が搭載された。広角砲は広く日本海軍で使用された89式1 2 7トル広角砲を採用した。この連想法一機二門を後部上構え上に装備した。機銃は2 5ト、mm、ル連装機銃を環境の両限のシェルター乾板上に一機ずつ、計二機、他に 儀礼用に 5cm 霊砲4門が環境前のシェルター看板上に装備された。なお、3番艦、カシーのみはすでに練習艦としての使用は見込めないため、5cm 霊砲2門を撤去し残り2門は一段高い、転速看板に位置を変更、25mm 連装機銃に基装備した。6年式連装発射艦を煙突の両原に各1機搭載した。 予備魚雷はない。対戦相当艦に改装するときに撤去された。クレ式2号小型射出機1機、水上偵察機1機を搭載した。搭載機は0式水上偵察機を計画していた。残された鹿島鹿カの写真からは94式水上偵察機の搭載が確認できる。運用のために、後部マストを支柱とするデリックが設置された。経済的な理由で、 専用動力を用いるクレーンではなかった。機関配置は日本海軍伝統の単期と換気配置である。しかし、練習艦任務のために様々な最新の機関形式を同時に勉学できるよう当時の一般的なボイラーと蒸気タービンの組み合わせ以外にディーゼル機関も採用され、かつ最新式の機関が搭載された。また、経済性、航続性能も考慮された。 主機は、カンポン式、ギアードタービン2機に巡航用のカンポン式22号10型内科機械2機をフルカンギアで接続に軸推進とした。タービンは、高圧タービンと低圧タービンを排した二動式で巡航タービンはない。橋立型砲艦と同じタービンであるが、ギアは新たに二段減速式が計画された。カンポン式22号10型内科機械は、 中型潜水艦の機関として開発された重機と4サイクル式単動ディーゼル機関で秋津島の主機にも搭載された機関になる。巡航には通常ディーゼルを使用し全力で13.5ノットから14ノットと思われる。タービンのみの巡航全力は約13ノット、最大14.5ノット程度で、この2種類の機関を合わせての最大出力は8000馬力、速力18ノットを計画した。 艦は、保護艦本式重油戦勝艦3機が搭載された。保護艦本式重油戦勝艦は1937年頃から小型艦艇に採用された艦で、大型艦と同等に効率の良い小型艦であり、この艦2機で全力航行に必要な蒸気をまかなえる計画だった。残り1機は常にメンテナンスができるよう配慮されていた。配置については、 間室部分は前後左右四室に分けられ、一室に間一機が搭載、右弦前方が第一間室、右弦後方が第二間室、左弦後方が第三間室とされた。左弦前方の区画は発電機室とされ、ターボ発電機とディーゼル発電機が配置された。その後方が機械室になり、間室同様に前後左右四室に分けられた。左右の全部機械室には、 高圧タービンと複水機を持つ低圧タービンを並べ、その後方にギアを配置し、推進軸へ繋いだ。左右の後部機械室には、ディーゼル機関とフルカンギアが、それぞれ一機ずつ搭載された。1944年になり、対戦相当部隊の機関に改装されることになり、カシーは、同年3月から4月に、クレカ海軍交渉で、 鹿島は同年12月から翌1945年1月まで工事を行った。主な改造は以下の通り、アコ作戦後には単装機銃を中心に増備された。ありがとうございます。